献立に迷った時はチャンネル登録をしてぜひ参考にしてください。動画が良ければグッドボタンもよろしくお願いします。皆さんこんばんは、中学生のママドイチャンネルのドイチです。今回はタルトタタンを作っていきます。まずリンゴ2つをカットしていきます。皮をしっかり剥いていきます。そしてもう一個はタイムを測っていきます。よーいスタート。2年ほど前に1回やったんですけど、その時に1分30秒だったので、今回の記録はどうなるでしょうか。果たして結果は57秒。だいぶ縮んだんじゃないでしょうか。そして皮がむけたら8等分にしていきます。まずはリンゴを4等分にして、種とヘタを取り除いていきます。そしてそれを半分にして8等分にしていきます。フライパンに無塩バター 20g を加えて中火で温めていきます。こんな感じで溶けてきたら、グラニュー糖 100g も加えてさらに火をかけて軽く炒めていきます。そして先ほどカットしたリンゴも加えて炒めていきます。しっかり和えるような感じで加熱していきます。そして煮詰まったら火を消していきます。バットなどに移して粗熱を取っていきます。次にボウルに無塩バター 150g とグラニュー糖 100g を加えてしっかり混ぜていきます。まずは無塩バターだけでよく練っていきます。泡立て器でぐるぐると混ぜる感じです。そしてグラニュー糖も加えてさらによく混ぜていきます。別の器に卵3個を割り入れていきます。器に割り入れたらしっかり混ぜていきます。白身を切る感じでしっかり混ぜていきます。3個、先ほどの生地に3回に分けてよく混ぜていきます。分離しやすいので、ちょっと時間がかかっちゃうんですけど、しっかり混ぜてください。こうぐるぐる混ぜてるとまとまってくるんじゃないかなと思います。あらかじめ卵を常温に置いておくとこうならないかもしれないです。そこに薄力粉 200g、ベーキングパウダー 3g をふるい入れていきます。ちょっと粉の量が多いので何回かに分けてふるい入れるのもありだと思います。そしてゴムベラに持ち替えてよく混ぜていきます。こうのの字を書く感じでしっかり混ぜます。生地ができたらオーブンを180度に予熱しておきます。
型にリンゴを敷き詰めていきます。型にはバターを塗ってその上に薄力粉を振りかけておきました。そしてリンゴは中心に円を描くような感じでこうぐるぐるっとリンゴを乗せていきます。ちょっと口で説明するのは難しいので動画をご覧ください。こんな感じで乗せられたら生地を上から流し入れていきます。なるべくリンゴの形を崩さないように表面をならしていきます。180度に予熱したオーブンで40分加熱していきます。ということで焼けました。めっちゃ美味しそうですね。あとは好みの大きさにカットしたら完成です。この焼きたてのケーキめちゃくちゃ美味しそうです。完成しました。リンゴがテッカテカですっごく美味しそうにできました。上にミントも飾ったらさらに可愛くなります。では早速いただきます。おお、ホクホクですね。おいしい。焼きたてなので熱々のリンゴがすごく美味しいです。まあでも火傷しがちなのでちょっとそこは気をつけてください。で、下のケーキの部分がサクサクふわふわですっごく美味しくて、カラメルを絡めたこのリンゴもすっごく美味しいです。イメージ的にはアップルケーキですかね。タルトタタンはずっと作ってみたいなと思ってたので、まあ、今回成功してよかったです。すっごく美味しいのでぜひ作ってみてください。星4点。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるのでぜひお願いします。では。